昭和24年の8月に起こったのが有名な松川事件ですね。列車転覆の容疑で捕らわれた人たちは第一審で4名が死刑、そして全員有罪というもんでしたが、その後も3回にわたって有罪か無罪か、無罪か有罪かと随分世間を騒がせたもんでしたね。ところで事件が発生してから12年目の昭和36年の今日は、仙台の高等裁判所で注目の判決が下されました。裁判所の前は無罪を信じる人たちがいっぱい集まって被告を激励していました。作家の広津和夫さんや松本清張さんなど絶対無罪であると言い続けてきた人たちも続々と傍聴にやってきました。高橋主任検事も緊張、被告たちも緊張して裁判長の入廷を待ちます。さて午前9時1分、門前裁判長は連絡防御は解明できなかったが自白は信用性が薄い、そして本田佐藤両被告のアリバイは成立していると全被告無罪の判決を下しました。さあ裁判所の前は万歳万歳の声で渦巻きましたね。この中で杉浦被告が挨拶。被告だですね、もしも無罪っていうことは初めから確信してたんですが、証拠不十分というようなものかと思いましたら、今日になるごく明確になるところの無罪判決で心から喜んでおります。この後検事側は再び控訴しましたが、まあ昭和38年9月には完全にこの事件は解決。しかし一体どうなってんでしょうね。真犯人は必ずいるに違いないんですよ。本当に不思議な事件ですね。